物忘れがひどくて、そう、海外ロケ行く前にハムちゃんのために動物病院に行ったんだけど、ハムスター用のキャリーバッグがあってちっちゃい。で、それにあの剥き出したとちょっと怖いから、紙バッグにそのキャリーバッグを入れて、で上からタオルを乗せてみたいな、そういう感じで動物病院にあの連れて行くんだけどね。まあ、動物病院行くじゃん。行って、あれ、なんか今日ハムちゃんおとなしいなって思ったの。動物病院で開けたら、以前収録の差し入れでもらったマドレーヌを持ってきてて、だって玄関にハムちゃん置いてきてたの。そう、玄関でさ、ほら、靴紐結ぶ時とかに一旦キャリーバッグ置くじゃん。置いて、で、団長何思ったのか、その差し入れのマドレーヌも玄関にあったから、それを持ってって、だから急いで取りに戻ってさ、で玄関開けたらさ、ハムちゃんがね動いてるよ、カリ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 って。あ、やっぱそうだよね、あんな静かなわけないよねと思って。マドレーヌちゃんの容態はどうでしたか？マドレーヌちゃんは団長むしゃくしゃしたんで全部食べましたそう、むしゃくしゃして食べた。